全日本キャリア自己ベストは15位です。高山睦美、大学4年生としてこれが最後の大舞台になります。東日本選手権5位からの出場。グレンミラーサウンドがムードを作っていきます。タキシードジャンクション、トリプルルッツ高い、ダブルトリプル、笑みが広がっていきます。トリプルリップ、これもこらえます、こらえましたね。コントロールされています。ダブルアクセル、ジャンプの要素はクリアしました。スピンともに今のところ安定していますね。今みたいな曲の間の取り方というのをさすがベテランといったところです。ステップシークエンス、最後の最後まで目を離さないで見ていてください。まずは目の前全力尽くして明日のフリーに、全日本のラストステージをかけます。高山睦美の演技でした。柳沼さん、はい、これどうでしょう、かなり、自ら最後と決めての舞台なんですけれども、これまでで最高の演技を見せたんじゃないでしょうか。素晴らしかったですね、本当に。もともと非常に高い、成功すると質のいい高いジャンプを飛ぶ選手なんですけれども、少しこうミスが出てしまったりということがあったんですが、このショートプログラムは、高山選手のもうお箱のような、いや本当にそうでしたね。非常にこう高山選手に合ってるゆったりとこうしたリズムの中ですけれども、表現するところはしっかりとこう、イメージをちゃんと出して要素を織り込んで、しかもこのジャンプの安定感、しかも高さもありましたので、出来栄え点の方でもプラスはもちろん入ると思いますし、そういった要素での、確実性、それからプラス、またその演技構成点の方でもパフォーマンスの方でもポイント入ってくるんじゃないかなと思いますね。スケートの伸びやかさも素晴らしかったですし、さあそして次の演技、鈴木明子がリンクの中にもうすでに入って温めていきます。高山選手は今できることすべてやりましたね、このショートプログラムは、さあこれは点数、本人も楽しみでしょう。
52.75 をマークしました。現時点で9位です。